はい、始まりましたマイクラジオの時間でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私たち MSS プロジェクトは元気です。やっていきましょう。私が FB37 です。でラジオネームクソキックマーク2です。マークです。よです。では早速やっていきましょう。あの、まだネザーにいんの？いや、ネザーにはいないよ。今現実にいるよ。現実しか見てないから。ああ、そうなんだ。現実だね。夢見る少女がいられないからね、そろそろ。相変わらず。そろそろってことは前はそうだったの。お、食いつきいいね。確かに。食いつきいい。半端じゃない。ああ！ああ、キック何してんの？キックンが。0.5 しかなかったから。へぇ、ルパンやがった。なんで 0.5 しかない状況で移動するんだ。次元、俺はこういうもんだ。ちゃんと HP 回復しようぜ。俺はこういうもんだ。あれ、もういい加減にしてくれよ。めっちゃキレてる。あの、俺らさ、次元と五右衛門の声の区別つかねえみたいなこと言ってるけど、本物聞いたら全然つくよね。当たり前、当たり前なんだけどさ。何を当たり前のこと言ってんの。全然ちげえと思って。あと俺らのものまで1ミリも似てねえと思って。何をそんな分かりきったこと言ってんの。いや、分かりきったら言ったんだけど、ちょっと毒されてた雰囲気あったから、あれ本当に分かんないのかなって思って改めて聞いたら全然分かるしと思って。クソほど分かるしみたい。てかいい声だなと思ったわ。しょうがないや。何を今更そんな。そういえばなんで盾作んねえんだろう。盾作ろう。いや、盾ないときついで。なあ、スフィンクス。盾祭ろう。じゃあこの盾祭り定食。盾祭り定食食いついてきた。うん。食いついてきたけど、何言ってんだこいつ。そこ食いつくんだ。はい、おゆうな好きな飲み物を当てよう選手権でーす。これは簡単じゃないですかね。はい、アロマさん、何だと思います？力水。おー、力水きた。やっぱアンバサ。アンバサ。カフェオレ。さあ、どれ？エネルゲン。今2回言ったやついますけど。そう、2回行動？2回行動したやついる。ダメ。2回行動は許されないってこと？つまり。許されないね。マジかよ。キビ。なんで2回行動した？まだ攻めんの？おい、2回行動はいいから正解を言えよ。正解はカフェラテですね。オレじゃないんだ。もうオレとラテの違いよくわからんけど。オレ。だいたいカフェラテ。オレ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 。俺、俺、詐欺。お腹すいたよ。チキショー。食料がやばい。お、ちょっと待って。あー、なんか帰って、ちょっとちょっとちょっと誰か。おー。俺は HP ないから。ふぅ。まずご丁寧に家のドアを開けて、撃ってくると、あと、一体誰だ。ゴブリン。ゴブリンバットーバー。よし、アロマ、そいつゴブリンの攻撃をお前が引き寄せてさ。引き寄せてさ。さあ。早くしてくれ、悟空。ゴブリン目線。は確か、どこかに。早くしてくれ、悟空。ちょっと待って、俺も HP ない。なんなんだあいつ。え、なんか言った。ちょっと回復してる、回復してるあいつ。よっしゃ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 、ざまみろ。あー、けど殺されなかったか。あれ、バグズライフとゴブリン敵対するんだね。まあ攻撃したら敵対するんじゃない。ウェイ。いや、攻撃してないんだよね。え、今あるもん、俺をはめようとしたでしょ。後ろから、
今俺ははめようとしたでしょいやそんなことはないんじゃないかな。アロマあそこバグズライフいるから、お前あれちょっと突っ込んでこいよ。そしたらお前が俺の味方だという、言ってーな助けてやばい。あーお前何やってんだよこいつ殺せるじゃん。うわお前何やってたお前ら。アロマ多分これモルテンエッセンスとかって掘ってたら出てくるんでしょ。これもうレベル上がってるから、うん、これ何に使うんだろうね。エッセンスはスキルトレーニングアイテムの一種だって。スキルトレーニング？エッセンスは昇天神社で王ジュアリー。昇天神社でなんだそりゃ。わかりました、とりあえずね、その昇天神社を作るにはロサイトインゴットが5つ必要になるから、まだちょっと厳しいな。ロサイトか。昇天神社を作って、そこで、エッセンスを使用するとオーギュリーっていうスキルが上がる。でオーギュリーはですね、なんか後々重要なスキルになってくるっぽいね。なんか各ボスと戦う能力を部分的に解き放ちます。ほう。まあまだそもそも必要なことではないから焦らなくてもよろいし、なんか俺にあざなつけてくんない？腹ペコ丸。腹ペコ丸。もうちょっとかっこいい方がいいんじゃない？なんかない？クイズひでえうわひでえこいつお前あんたこと言うんだ。さすがにひどい。今のひどいよな。うん、ああ泣いてもいいと思います。泣けばいいよ。うわ泣けばいい。泣けばいいと思うよ。まあ、でもクズはシンプルすぎたかもしれん。いやそれがいい。まあ、シンプルだからこその良さってのもあるしね。キックンこの前キノコ早食い選手権で優勝したって本当？マジで、うん、いやタケノコ早食い選手権だね。わあ俺キノコって聞いてたけどね。ああそっちだね。ああそうなんだ。そっちなの。何人ぐらい出場したの？え4 すげえ食い気味で行ってきたな4人。一番辛かったこと何だったの？昨日。ん？昨日？どこでやってたの？あし。ん？ん？この人たまに日本語通じないと思う気が。僕は一言は言えないですけど。ちょっと食い気味に言おうとしたら全然内容が違う。ああ、なるほど。万作月に絵図か。ん？ん？全員からん？ん？どういう例え今？晩作は月の彼方に飛んで行くんだよ。晩作って何なの？そもそも。晩作はあれでしょ。晩作月の晩作じゃん。あ、そうなんだ。そう。もうなんかありそうで ないことわざ言ってみて。そうですね。リンゴの木から豆太郎。ふざけてんの？いやふざけてはいるよ。でもそうですね、ありえないっていう格言ですね。ありえない。ありえない。なんてことは。もうちょっとありそうな感じでないの？ちょっとキックンお手本を見せてあげて。はい。飯抜けば腹が鳴る鳴る法隆寺。腹が鳴る鳴る。腹が鳴る鳴る。なる余裕あるね全然。無理やり7文字にしようとし。なんでことわざだっつってんのに。確かに。なんで575にした？パッと思いついたのがそれだった。あのキックン、なんでその中途半端な鉄装備してんの？
もう木をほらあげるから。これだってあの拾ったやつだから誰かの。俺んじゃないから、だいぶ前の俺んじゃないそれ。あ、そうだよ、お前のだよ。あっちに変な要塞みたいにいる、あいつ初めて見た。何要塞？ディナーみたいな名前で。あいつ強いのかな。謎解きはディナーの後で。まあでも遠距離じゃなければ勝てる。おお、すごい、だから手旗信号みたいなの持ってる。おお、いきなり。あ、こいつ勝てる。勝てると分かった。その強気に出るタイプだ。あ、でもノックバックしないけどこいつ。逆に楽なんだよね、はめるとき。いってー、でもいってー。どうだ、なんか、なんも落とされない。今日なんだ、やばいやばい、サーベルタイガーみたいな。金色のサーベルタイガー。早い早い、やばい、死ぬ、これ。うわ、無理だ、これ、やばい。死ぬなぁ。ヒエー。ヒエー現る。どうも、ヒエーです。あ、こんにちは、ヒエーさん。私の茶王偏差値黒竜派を今暗い言えてなくなかった。どうもヒエです。あ、ヒエだ。こんにちは、ヒエさん。君の家を今から魔界の炎で燃やしてあげます。やーべー、家燃やされる。やめて。やめます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。東京、唐突なスリップノット。するとこだった。晴れ晴れ、これこいつやっぱダメージ与えれねえな。ハンターモンスターなんじゃないんだろ。いや、なんか赤い剣のマーク出なくなったんだよね。これもう、うわぁ、レベル上がったからかな。ハンタースキル上がってんの。ああ、あ、そう。ハンタースキルって今自分が強くなったと勘違いしてる。勘違いしてる。ハンタースキルってどうやったら上がる。そもそも、なんかその赤い剣のやつ、いや、剣マークを持ってるやつを攻撃したら上がってくんだけど。へぇ。いや、これマジこいつ倒したらめっちゃいい狩り場なんだけど、これ。溶岩流してみようかな、こいつの上で。ひげ。やっぱ、残虐性はディオ以上。残虐かよ、溶岩流れてきた。デリディデリ。溶岩流れてきた。溶岩が。流れてた。僕の頭の上に溶岩流れてきた。脳が溶けるようだ。でもでも大丈夫。大丈夫だったんだ。大丈夫なら大丈夫だ。大丈夫なんだ。すごい俺の頭。大丈夫大丈夫大丈夫。ブー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 。最後ぶっ倒れる。ニット三方法結局じゃん。もうすぐアンパンマンのオープニングのイントロみたいなリズムで落ちてった。どんなリズム？MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。MSS プロジェクトは YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いします。登録ボタンの方はですね、音がコード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 、あとはですね、下の概要欄にもですね、URL と載っていると思うので、ぜひ、ご登録の方よろしくお願いします。チュン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 。なんでクリアしてるクリアしちゃった。おかしいだろ。